うん、怖いよ、怖いよ、うん、やりたくないよ。これでそして死んだチャンネル GB 最終回。こんにちは、 GB でございます。ついにソーラーパネルを手をつけたいと思います。今回は今キャンピングカーの屋根に 100W のソーラーパネルが1枚ついているんですけれども、これだと多分2週間か3週間ぐらいかからないとサブバッテリー4個は満充電にできないっていう計算なんですね。まあ実質ロスもあるので満充電にはできないっていう感じだと思います。でこれからソーラーパネルを増設するにあたって、まあ1枚は多分増設できるだろうと、まあとりあえず1枚ソーラーパネルを足したらどうなるか、繋ぎ方は直列です。で今ですね、ポータブル電源用の 100W のソーラーパネルが1枚あるので、これを試しに直列つなぎになったら、このソーラーチャージコントローラーがどういう風になるのかというのをちょっと確認してみようと思います。はい、これです。これを上のソーラーパネルとつなげてみようと思います。高いとこ苦手なんだよな。怖え、高え。これを外す。劣化してて割れそう。怖え。あ、よいしょ。はい。プラス、マイナス、つ、プラス。これで、まあ、間違いようがないんだけど、これでとりあえず2枚。200V、あ、違う、200W になったはず。早く降りたい。はい、チャージコントローラー見てみます。あれ、充電されてないっぽい。なんでだろう。あ、今ちょっとチロって。いや、どういうことなんだこれ。使い方かわかんないんですよね。調べるしかないかな。あー、怖っ。状況が変わりました。ちょっと待ってたら、1分ぐらいしたらですね、急にガンガン矢印が点滅で充電するようになりました。どういうことだ。でちなみに、よいしょ、インバーターの方を、いつもだいたいこのバッテリーのメーターが全部満タンにはならないんですけど、満タンになってます。へーってことは、やっぱ1枚増やすだけで全然違うんだな。あ、これはいいかも。おお。このままつけたい。ソーラーパネルからの電気が直接ここに入ってきてるわけですね。で、ソーラーパネルの開放電圧っていう、発電した電気をそのままの電圧っていうのが、だいたい 21V から 22V ぐらいらしいんですよ。それを直列で2枚くっつけてるっていうことなので、 40V ぐらいの電圧がここに来てると思われるんですね。なので、このテスター、これ見づらいんですけれども、これでちょっと測ってみようかなと思います。いきます。プラスマイナス、はい。真ん中の黒いやつなので 35V 弱、 34V とかそんぐらいで入ってきてるみたいですね。でそれが変換されて 13.7V になって、バッテリーに充電されてるっていう感じです。だこれを1枚に戻せば、これの半分の値、34V だとして17V ぐらいになるのかな。それちょっとやってみようかなと思います。はい、これで完全に外しました。車に戻ってきました。でこれで電圧を測ってみようと思います。 20V 弱ぐらいですかね。はい、やっぱりソーラーパネル直列にすると 40V にはいかなかったですけど、 34V ぐらいだったですが、それぐらいの電圧になって、1枚にすると 20V ぐらいになっちまうと。
まあでも、これで、この20アンペアのチャージコントローラーで、ソーラーパネル2枚ならば大丈夫だなということですね。おはようございます。 GB でございます。ソーラーパネル買いました。あとそこにあるのが並列接続のケーブルですね。で、今現在私のキャンピングカーには 100W のソーラーパネルが1枚ついている状態なんですけれども、今回これを増設して2枚 200W にしようと思っています。で、直列にするか並列にするかちょっと迷ったんですけれども、まあ、どういうことかというと、並列にすると片方のソーラーパネルが日陰になった場合でも充電が続くと。で、直列の場合だと電圧が倍になるので変換ロスが少なくて済むということらしいんですね。で、どちらにしようか迷ったんですけれども、バッテリーが 12V なので、でこのソーラーパネルがだいたい 20V なんですね。まあ 13V ぐらいで充電されればいいので、今回はロスよりも電流の量を多くして早く充電が完了するようにと思って並列接続でやってみるつもりです。まあケーブルをつなぎ直すだけなので、並列でやってみて思った効果が得られなければ直列に変えて様子を見るなんていうこともできるので、まあ、今回は並列でやってみようと思います。はい。で、今現在パネルが横向きについてるんですね。で、これを縦にして2枚並べるようなイメージになので、上に上がって今どんな風にソーラーパネルがついているのかっていうのを確認してこようと思います。それではやるぜ。結露で濡れてる。もう怖えよ。怖い。なんだ、どうやって止まってんだろうこれ。これを見るとボルト1個でナット、でもこれをここから下から止めてるの、ちょっと考えにくいので、もうこの支柱に取り付けてからこのルーフレールに取り付けたのかな。四つ目が錆びてるので、怖いよ。よし、外れた。ああ、今度は向きを変えます。6箇所止まってます。これですね、これを外します。怖いよ。やりたくないよ。これで落ちて死んだらチャンネル GB 最終回。慣れない、怖い。慣れない、怖い。バカ、出て。はい。大きさ的には7、8センチちっちゃくなります。で、こことここが穴の位置が合うかどうかなんですよね。合わないと厄介だな。はい。合わない。奇跡は起きなかった。やっぱね、同じの2枚買えばよかったんですよ。貧乏カスタマイズはこういうトラブルがつきものです。穴開けんのか。怖い。何をするにも怖い。7mm。
よし。一瞬だな。よし。ああ、怖いよ。怖いよ。ああ。とりあえず着いた。配線は後にすっかな。とりあえずは固定するか。怖い。怖いよ。あと2箇所。並列に繋いでいきます。やっと終わりが見えてきた。よいしょ。ああ怖いよ、本当に怖いよ。プラスとプラス、そしてこのマイナス、マイナス違うよ、こっち今度がプラスだ。うん、怖い、本当に怖い。ここに来て力技、入った。よし。とりあえず配線は、OK。OK。腰痛。ここはもういっか。あ、いい。なんとかできました。これがここからの 100W、 こっちが 100W、 それを並列。よいしょ。はい、車の中に来ました。バッテリーはこれがエンジンスタートのメインバッテリー、こっちがサブバッテリーです。さあ、ソーラーはどうでしょうか。はい、13.4V で充電されています。これちょっと電流はわかんないな。まあとりあえず充電されているでしょう。そして、アンバーター。はい、今までは、この充電、電池のマークが、この満タンになったことはないんですけれども、パネルを1枚増やしたら満充電になりました。なので、ちゃんと充電されているのかなと思われます。これでちょっと充電の様子を見て、様子を見ていこうと思います。でゆくゆくはこの安いソーラーチャージコントローラーを、PPP なんだっけ、あの高いやつの方式に変えられたらいいなと思ってます。はい、とりあえず今日はこんなところで以上です。あまりご参考にはならなかったと思いますが、最後まで見てくれてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。